それではお次は春をテーマにしたネイルアートをしていきたいと思います。こちらのブリオンフラワーを使ったネイルアートをしていきます。先にお好きなクリア、カラージェルを塗っていただいた上にのせていきます。位置が決まりましたら R 型の上にパーツを表を下にしていただいて上から押して曲げていきます。固めのクリアジェルをのり代わりに塗っていきます。お花のパーツを爪先の先端の方にのせていきます。さまざまな形のスワロスキーやパールを用意します。この時オレンジウッドスティックにのり代わりにクリアジェルを塗っていただいてつけていただくとつきやすいです。また 1.5 ミリのパールをのせていきます。先ほどのブリオンフラワーの中に上の方からトントンと叩くようにしてジェルを流し込んでいきます。中心にスワロスキーを置いていきます。トップジェルを塗っていきます。